東京都内を中心にさまざまな神社を参拝し、神社の歴史やそこにまつわる古事記などを紹介する神社の味方チャンネル。今回は築地にある波除神社ならではの参拝スポットをご紹介します。そうですね、はい、まあ築地の場外市場が今もまだ残って300店舗ぐらい残ってますので、はい、まあ、築地市場があった時のもそうなんですけども、はい、この卵塚というのはあの厚焼き卵を、はい、お寿司屋さんで出る卵、厚焼き卵を作ってる、はい、お店が築地に十何店舗あるんですけども、はい、そこの方々がやっぱり卵も1個に命ですので、はい、卵を命をいただいているということで、それの供養するための、はい、供養の使いになりますね。東京鶏卵加工業組合というのはその組合なんですけども、松寿司玉置きですとか長寿ですとか、はい、玉なんとかっていうのをずっと書いてありますけども、これがそのお店の名前ですね。あの、ま、丸竹って書いてあるのがあのテリー伊藤さんのご実家ですね。はい、すごい。そしてこちらは寿司塚です。そうですね、こちらはあの、はい、寿司組合さん、はい、東京衛生協同組合かな、はい、あの要するにお寿司屋さんの組合がやっぱり寿司種も命ですので、寿司塚をということで、はい、一番最初に建てた塚がこの寿司塚になります。そしてこちらはこちらが海老塚ですね、はい、こちらは東天会っていう天ぷら東京の天ぷら組合さんが、はい、まあ、寿司塚を見まして、はい、ぜひ私たちもあの魚介類を使っているので命をいただいているということで、はい、特に、天ぷらの中ではエビが一番ということで、エビを供養するということでエビ塚ですね、はい、各塚は1年に1度必ず皆様お集まりいただいて、うん、供養祭をやっておりますね、うん、そしてこちらはなかなか読めない字、はい、なかなか読めない字ですね、はい、こちらでアンコウと読みます。アンコウ塚ですね。アンコウ塚、はい、これはお一人なんですけども、はい、あんこをたくさん扱っている仲卸の方が、はい、あのぜひあんこをメインに使っているので、はい、あんこの供養という形でお一人で建てた使いになります、はい、これ当て字なので、はい、なかなか読めな い, っていう、はい、でこちら活用塚になります、はい、こちらは、まあ、今豊洲に移りました、はい、仲卸さん全体の組合が、はい、あのお立てになったもので、はい、いろんな魚を扱ってますので、特にこれという決めることができないので、はい、活魚塚。でも百何十名様やっぱりあのお集まりいただいて、うん、年に1回供養祭をしてますね。で、はい、一番新しい塚が、はい、こちら昆布塚になりますね。昆布塚。これもお一人で建てたんですけども、はい、鮭、マス、エビ、イカ、昆布、タコをメインに扱っている。はいはい、方で特に昆布を、メインに扱っているということで昆布の供養のために建てました。これが一番新しい使いになりますね。でこれがちょっと分かりにくいんですけど、はい、ネズミ、ネズミ、ネ、牛、トラ、ウーとずっと並んでる12種が並んでるんですけど、はい、こちらもともと鳥居でして、はい、あの新しい鳥居を建てた時に古い鳥居を、はい、町の方々が、はい、あの全員に関わる何かということなので、はい、十二支の灯籠にしまして、もともと丸い鳥居を輪切りにしまして、はい、半分に切りまして、うん、で灯籠にしまして、で灯籠にならなかった部分は、はい、こう縁石としてずっと使っておりましたので、デザインしてありますね。はい、すごい。これがすべての人に関わる参拝スポット。続いてはハマグリ石という石で、はい、これなんかご自宅を作っている時に出てきたそうなんですけども、掘ったわけではない、この形のまま出てきたそうで、なんかありますよね。ハマグリってあの貝が必ず貝合わせなんかでもそうなんですけど、はい、合う貝って一つしかないので、あの夫婦円満の象徴という形で神社にご奉納という形でこちらに、地下ではないんですけども、ご奉納いただいたというものになりますね、うん、すごい丸い。でこちらがお狐様、はい、
もともと日露戦争の戦勝碑って勝ちましたっていう碑が立ってたんですけども、はい、戦後それはよろしくないということで取り壊して石だけ残ってまして、はい、で、はい、そうですね、であるあの築地のご家庭でお庭があって、お庭にお祭りしてたんですけども、うんうん、そのお庭を取り壊すことになりまして、はい、ぜひ神社でお祭りしていただきたいということで、ここでもお稲荷様なんですけど、こちらもお稲荷様ですね。で、もともとはこの3匹の狐がいまして、はい、で、社殿も建て直したんですけども、はい、で、この2匹を新しくしていただいて、はい、で、他の方からこの3匹を2匹を、うん、お祭りしてくださっていただいて、はい、この3匹がなぜかその昔、私も先代も、はい、東大も先代も私も聞いたことがなかったんですけど、はい、なんか昔々一から狐分けていただいたっていう方が、はい、そんなことはないと思うんですけども、お返しにしますということで、はい、この3匹が帰ってきましたので、だん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 増えていってるっていう、微妙に顔も違ったりしますね。そういうことか。微妙に顔違いますね、うん、こちらが抹茶といいまして、はい、神社の中にですね、はい、ご本殿に一番近い神様をお祭りするのを摂社といいまして、はい、それ以外の神様をお祭りしたのが抹茶といいます、はい、でこちらは神社の抹茶になりまして、右からですね、天照大神様、はい、伊勢神宮の神様ですね、はい、次に大国主の御事大黒様ですね、はい、で、突然に少ない彦の御事恵比寿様、はい、うん、一番左にですね、雨の日和しの御事という、当初11月に鳥の市があるんですけども、はい、いわゆるお鳥様をお祭りしている社殿になります、はい、でこちらが大黒様と恵比寿様、うん、でこちら拙者に、はい、こちら拙者なんですけど弁財天様、うん、向かいました獅子殿のところに毘沙門天慈王寺の福禄寺布袋尊お祭りしてますので、はい、境内をこうぐるーっと回っていただくと七福神すべてお参りができるという形になります。すごいですね。どこを回らなくても神社の境内回れば七福神すべてお参りできたという、うん、七福神参りができてしまうというすごいです、ね、お得な形になってます。こちらはすごい大きい。そうですね、ちょっと散っちゃったんですけども、はい、神社の御神木のしだれ蝶といいまして、はい、普通の蝶と違って枝がこう大きくしだれている蝶でして、うんうん、日本ではあんまりないんですけども、はい、日比谷公園に1本大きなものがありまして、はい、あと中国の方とかにはあるんですけども、はい、日本ではあまり珍しいなかなかない蝶で、うん、大体樹齢100年ぐらいだっていうのがありますね、こちらのもそうです。1本、2本、3本ありますね。でこちらオスなので、はい、イチョウとオスメスがあるので、はい、こちらオスなので銀杏はならないので、はい、そうなんですね。葉っぱは落ちますけども銀杏はならないですね。ですから匂いは気になさらず大丈夫だという、うん、この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。おすすめや気になる神社などありましたら、お気軽にコメントしてください。